これからは実際にミャンマーに行かれてお仕事されると思うんですけど、はい、ミャンマーにすぐに就職ってできるんですか？できないというかなくて、当時やっぱまだ軍政だったので、日系企業とかも全然なかったですし、まあ行く人ももちろん少なかったんですけど、あのホテルのインターンをしているところがあって、じゃあホテルのインターンで行ってみるかみたいな。具体的にどんなことを、まあ、ざっくりでいいんですけど、はい、どういうことをミャンマーでされてらっしゃったんですか？はい、まあ、最初ホテルのインターン、まあ1回日本戻ってくるんですけど、もう1回ミャンマーに行って、その時は、ベンチャーの立ち上げ、はいはいはい、でその後に NPO に入りました、はい、また日本に戻ってきて、はい、で、まあ、自分でミャンマー生活の森プロジェクトっていうのを立ち上げて、はい、やってました。ちょっとじゃあ具体的にホテルのインターンからお聞きしたいんですけど、はい、それってどこから情報を仕入れられたんですか？日系の資本が入っているホテルがネット上でなくてウェブサイトで募集をしているのを知りまして、はい、で応募して。そうなんですね、はい、そこは給料出たんですか？は無償でやりました、うん、なるほど、無償で、はい、住んでる居住とかは。そうですね、居住と、うん、あとご飯とかは出ます。そうなんですね、はい、そのホテルのインターンどれぐらいされてらっしゃったんですか？ホテルのインターンは半年ぐらい。実際どうでした？楽しかったです、はい、あのバガンっていう、うんうんうん、あの観光地、ザ・ミャンマー人みたいな、はい、ミャンマー語はお話できたんですか？その時は簡単な日常会話ぐらいは話せて、うん、はい、で自分の中でも私話せるなみたいな。あ、そうなんですね。自意識過剰なところがあったんで、はい、私ミャンマー語話せますみたいな、はいはいはい、自己紹介で行っちゃったら、はい、ミャンマー語でしか話してくれなくて、はい、でやっぱホテルの子なんで英語もできるんですけど、で私もミャンマー語話したいみたいな感じだったので、もうほぼミャンマー語で、はい、なるほど。ホテルのインターンを得られて、はい、次じゃあ半年で辞めて、はい、次何しようと思ったんですか？一回日本に帰るんですけど、はい、やっぱミャンマーで働きたいと思って、うんうんうん、まあ、どうにか道はないかと日々悶々と過ごしていたんですけど、うんうん、ツイッターで、うんうん、なんか東南アジアに行きたい若者募集みたいなのが流れてきてて、はい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 、東南アジアみたいな、はい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 、で入ってますもんね、入ってますと思ってその社長さんに会うことができまして、うん、でミャンマー好きなんでミャンマー行きたいですみたいな、はいはいはい、感じで行ったら、行っちゃいなよみたいな感じで、はい、あ、じゃあもうそれは職員みたいな形で、あ、そうですね、行ったって感じなんですね、はい、そのベンチャーは何をされてたんですか？はい、コンサル会社だったんですけど、ベトナムでオフショア開発とかを、はい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 、まずしているところでした、うんうん、で日本では町おこしをしていたりとか、で実際それでミャンマーで、はい、まあ、ベンチャーの立ち上げみたいなのをすると思うんですけど、はい、何を対象に立ち上げられてたんですか？はい、あ、ミャンマーでは、うん、ミャンマーの手織りの、まあ、生地がいい生地がいっぱいあるので、はい、手織り鉄麦草木染めの生地を使って、うんうんうん、オーダーメイドのスーツを作る、でネットで販売するっていう事業をしようとしてました。なるほど、はい、それは実際うまくいきました？いかなかった。へえ、それなんか問題とかあったんですかやっぱり生地の原価がめちゃめちゃ高いっていうのと、うんうん、オーダーメイドなのでサイズ合わせとかサイズ感をどういう基準で作るかとかっていうところもちょっと難しかったっていうのがあります、はい、あとは、まあ、検品作業とかの質と上げていけばいいのかっていうのもありましたし、はい、結果的には失敗しちゃったってことなんですね、はい、そうですね、結果的に、うん、なるほど。でも自分としての、はい、あの経験というか、はい、そこはすごく学べた部分が多いって感じ。あ、そうですね、うん、はい、すごく学べました、うん、人脈も増えましたし。そうなんですね、はい、それはミャンマーの人脈ですか？そうですね、ミャンマーの人脈がすごい増えて、うんうん、あの、ま、生地、主にその洋服関係のことはやっていたんですけど、ま、それに付随してじゃないですが、はい、いろんなあの企業の、うんうん、ミャンマーの山地の社長さんとか、うんうん、あの、まあ、いろんな企業を訪問するっていうこともできたので、うんうん、なんか困った時はいつでも言えみたいな感じで、はい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 、助けてくれる人が、あ、そうなんですね、増えました。なるほどじゃあそこで、まあ、どちらかというと日本とのつながりよりは、はい、ミャンマーとのつながりがすごくまた増えたって感じですね、はい、あ、そうですね、はい、でベンチャーの立ち上げ終わって、はい、次何をされたんですか？
次は、NPO ミャンマーで手工芸品の技術支援をしている NPO がありまして、はい、そこに就職しました。実際はその NPO はどういったことをされてらっしゃるんですか？はい、ミャンマーの木工品と、はい、まあ、あとは生地関係の技術支援、あとデザインの向上とかをしている NPO さんで、日本側でそのミャンマーの木材を使ったカトラリーを販売されてたりとか、ミャンマーの生地を使ったストールとかを販売されたり、ミャンマーの工芸品とか、はい、まあ、そういったものを、まあ、依頼して作って、はい、それをまた日本に下ろすっていう感じですね。あ、そうですね、はい、一番何の製品が売れてたかって分かります？その時、あ、多分カトラリーはすごい売れてたと思います、はい、それを木で作る、木で作るです。それがやっぱ一番売れてたんですね。売れてましたね、はい、使い心地もすごい良かったですし、はい、そうなんですね、はい、でそこはどれぐらいされてらっしゃったんですか？そこは、うん、5ヶ月ぐらいだったんですね、はい、それ何があったんですか？ミャンマー側の理事長の方と喧嘩というか、はいはい、バチバチしちゃったんですでもすごいどうでもいいことでバチバチしてしまいまして、はい、もう私日本帰りますみたいな実家に帰らせていただきますみたいな感じで、はい、そのまま逃げるように帰ってきたっていう、はい、なるほど。ちょっとその時初めてミャンマーいいかなと思った時期でした。そうだと思いますね。もういられないかもって、いられないかもって、ミャンマー人と会わないのかもみたいなところまで思ってたかもしれないです、ね、なるほど。来れなかったのでミャンマー。でもその後またミャンマー行かれるじゃないですか、はい、やっぱ日本にいるとまたミャンマー欲が出てきちゃったわけですかね。出てきちゃうんですよね。なるほど。でそれでやったのが、はい、今自分ミャンマー生活の森、あ、はい、プロジェクト。 そうですね、はい、それって具体的に何されてらっしゃったんですか？はい、その森林が国有林なんですけれども、その国有林を住民に管理させることで、うん、森林面積の維持拡大をするっていう制度があるんですけど、その制度を利用して地域住民と運営をするっていうような活動で、主に植林の活動をしてました。それは、はい、志願者だけなんですよね。みんなにっていうわけではなくて、はい、みんなにっていうわけではなくて、まあ、ちゃんと申請が必要で、その何人かの家族がグループになって、このエリアをこの制度を使って運営していきますみたいなのを申請しなきゃいけなくて、申請が通ればその中はその住民グループものというかが管理して、そこで育てた木であったり、まあ農作物であったりは自分たちで販売してもいいし、その販売した収益は自分のものにしていいっていう。なるほど。それがまあ大前提としてミャンマーにそういう政策としてあって、はい、それを活用した形で、はい、ミャンマー生活の森プロジェクトっていうのはやっていたと、はい、そうです。具体的にそこの地域に対してどういうことをされてらっしゃったんですか？11エーカーの土地があったんですけど、うん、2エーカーずつ毎年植林をしていって、うん、はいはいはい、その植林には、日本からの参加者とか、あと現地に住んでる日本人、うん、あと現地に住んでるミャンマーの子を招いて一緒に、うん、まあ、植林作業をする。植林っていうとただ木植えてパチ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 みたいな、うんうんうん、そういうセレモニー的なものではなくて、うんうんうん、林業的な作業、うんうん、森林運営、ミャンマーではどういう運営の仕方をするのかっていうのを、まあ、勉強させてもらうじゃないですけど、うんうんうん、っていうのも名目でありまして、きつい作業を一緒にみんなでやって、うんうん、楽しむ。それってじゃあ1日のプログラムみたいな感じなんですか？はい、あ、そうですね、宿泊してました。うん、あ、そうなんですね、はい、どれぐらいの期間なんですかそれって？1泊2日か2泊3日。あ、そうなんですね、はい、それ実際どういう声上がってました？ミャンマーに住んでる日本人、うんうん、ミャンマー人からは、はい、そのやっぱヤンゴンに住んでる方が多かったので、うん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 、ミャンマーでこんなところがあるなんて知らなかったっていうのと、うんうん、まあ、こういう生活があって森林の運営がこんなに、まあ、大変なものになってだったっていうのは知らなくて、うんうん、いい経験になったっていう話とか、あと日本から来た方たちは、うんうん、まあ、ミャンマー初めての方もいたので、うんうん、まあ、こんなに自然豊かで、うん、結構いろんな生き物とか植物も見れたりしたので、うんうん、こんな多様な生物がいるっていうのも知らなかったので、より魅力を感じた、ミャンマーの魅力をより感じたっていうような声もいただきました。なるほどですね、はい、どれぐらいの方に対してこのプロジェクトを、はい、されました？どれくらいだろう、延べで言えば5年
やって30人ぐらいですかね。あ、そうなんですね、はい、でも30人の方が実際にそこの現地に行って、はい、その体験をしてそこで新しい価値観をもらって帰った方がいると、はい、じゃあミャンマーでいろんなことされてたと思うんですけど、ちょっと次からは、はい、今小野さんがご自身でされていることについてお話しいただこうかなと思ってますので、はい、ちょっと今日の動画はここまでにしようかなと思ってます、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。